るっと出しました中田英寿。柳沢倒されましたがホイッスルはありません。レロトス、酒井が前に送る、トラップ、そしてシュート決まった。これは見事ですね。元山がやりました。ややアウトへアウトへスライスしていくようなボール、一旦戻す中村俊輔、そして元山どんどん逃げていく、そしてポストに当たってゴールマウス、日本3点目。角度を変えてご覧いただきます。素晴らしいゴールです。これ全ての、ね、パスが、ね、まあ、パスキックですね、はい、ものすごく正確なんですよ。これがやっぱり日本の技術ですよね。高くなったところですね。ファインゴールの元山、見事に決めました。3対1。初めてこの試合いい形で日本のファインゴールが出ました。山坂さん、一方のまた失点をしたモロッコですが、はい、もう一人交代のようです。あ、そうですか。これで交代メンバー、ゴールキーパー以外は全部出るということになりますね。そうですね、はい。